どうもどうも、はい、ちょっととりあえず皆様にまずご報告があるんですけども、はい、以前ちょっと動画上げさせてもらった、はい、僕のほくろの血が止まらない問題なんですけども、うん、ありましたね、無事止まりました。すみません。よかった。もう皆さん本当にたくさんのコメントありがとうございます。ありがとうございます。全くいな、うん、もういろんな人が送ってくれてさ、うん、助かりました。でどうやって止まったかっていうと、はい、あの時俺傷パッとしてたやんか、はいはいはい、もうちょっと怖いからもうずっとつけてたの、うんうんうん、あれから20時間ぐらいかな、はい、次の日までで取ったら、うん、もう完璧に止まって傷も閉じてたみたいなことになりました。 ありがとうございます。はい、それは無事だったんですけど実はちょっと軽く怒ってまして今日。どうしたんすか。穏やかじゃないな。まあなんて言うんだろう、恥かかされたというか、おあれなんですけど、ちょっといいですか。おその前回僕その傷パッドの時に話したと思うんですけど、はい、まあ、コメントにも結構あったんですけど実は、はいはいはい、僕番組隠したじゃないですか、はい、ちょっと大事なあれがあって、はい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 、隠したじゃないですか、うん、でそれなんでかっていうと、はい、まあ、やっぱりちゃんと確認は必要やからと思って、うん、撮影する前にマネージャーの木島くんにこうやって言ってええかなって言ったら、うん、木島くんが、うん、まだですねみたいな感じだったほんま言って言ってもよくないですから確認します、うんうんうん、みたいな感じでちょっと一回外出て電話かなんかしてたんかな。で戻ってきて、はい、まだですねみたいな感じやったのね、うん、はい、であ分かったって言って僕はあの撮影をしたの、うん、結構濁してたやんか、はい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 、こうそしたらその日かな、はい、に、佐久間さんっていうあちこちオードリーの、はいはいはい、プロデューサーかな、はい、総合演出されてる佐久間さんがもうすでにラジオで言っている、うん、はい、そして、相方の西野亮廣もボイシーというので思いっきり言ってる、はい、なんでめっちゃはずない僕もラジオ聞いてたんで。聞いてたよな、ラジオって西野のやろ。いや、佐久間さん。あ、佐久間さんの、はい、思いっきり言ってるし、西野もボイシー言うので、あちこち踊り行ってきてね、みたいな言ってて、はい、俺だけ隠してんの。はい、めっちゃはずない。なんでさらっと言ってましたもんね。まだちょっとあの言えないんですけど、見て、はい、この間のやつ。血流しながら。血一生懸命隠したのにすぐみんな言ってて、めちゃくちゃ恥ずかしかった本当にそうなんです。だからそうなんです。とはいえ知らない方もいるから、うん、あれなんですけど、あちこち踊りに出ます。いや素晴らしい。1年ぶりかな、うん、あの去年出させていただいて、去年確かプペルの公開直前ぐらいに確かオンエアされたんです、うんうんうん、本当ちょうど1年ぶりに、はい、とはいえ今回は年明け一発目とかに確かなると思うんですけども、はい、相当また楽しいことになってると思うんで、ぜひ皆さん、うん、年明けのあちこち踊りをね、うん、見ていただきたいんですけども、もう一個、はい、注目して見ていただきたいのは、うん、僕がここにシールを貼っている状態であちこちオードリー、明けましておめでとうやってますんでね、はい、ぜひご覧ください、うん、というわけでございました。